栄冠ナインクロスロード。この瞬間勝者が決まりました。ナインが一つの目標にがむしゃらに戦った決勝戦、その思いが叶いました。本当に素晴らしい戦いを見せて、甲子園優勝の瞬間は何回見ても感動しちゃうわ。おい霊夢、あらマリサ、何を見てるのかと思えばまたこのシーンか。私、決めたわ。野球部の監督になって、甲子園優勝を目指すわ。またとんでもないことを言い出したんだぜ。マリサはこの学校のヘッドコーチだからいいけど、私も高校野球に関わりたいのよ。霊夢がどうしてもって言うなら、コーチとして監督に話を通すんだぜ。どうしても、よ。私の力で甲子園連覇をさせてみせるわ。善は急げよ。ほらマリサの学校に早く行くわよ。あ、おい、待つんだぜ。あ？行っちゃった。しょうがないから追いかけるんだぜ。ふう。どうやら今から入学式のようね。おい霊夢、待つんだぜ。マリサ、遅かったわね。霊夢が早すぎるんだよ。そんなことより、今の霊夢にコーチを頼むわけにはいかないんだぜ。どうしてよ？ここから伝説が始まるのよ。何も知らない霊夢に始められる伝説なんてないんだぜ。なんでそんなひどいこと言うの？まずは基本を覚えてもらう必要があるんだ。基本？ちょうど今日は入学式だから、まずは1年の流れを学んでほしいんだぜ。わかったわ。よろしくお願いするわね。まずは入学式でやることからだぜ。これはチーム設定画面ね。地域によってもらえるお守りが変わるから、どこを選ぶかは意外と大事なんだぜ。ほうほう。同一地域内であればどこでもいいの？実は各種イベントで、所在地のプロチームが日本一になると、ちょっとだけいいことが起きるっていうのがあるんだぜ。へえ、特にこだわりがないなら、プロチームの本拠地にすると良さそうね。誤差にもならない程度だけどな。他には何かないの？お守りの話なんだが、お守りを育てるには、同じのを入手する必要があるんだよ。R から始まって PSR までって気が遠くなりそうだわ。実際めちゃくちゃ時間がかかるんだ。だから地域をコロコロ変えると、種類は増えるけど強くはならない。そういう状況になっちゃうんだぜ。ある程度強くなるまでは移転しない方が良さそうね。それじゃあ次は新入部員を決めるぜ。新入部員選びね。ここで大事なことは何かしら？ポジションをなるべく被らせないことだぜ。確かに、内野でポジション被りはないわね。コンバートには時間がかかるから、なるべくならやりたくない。能力値が低くても被らせない方がいいのかしら？ 1 から3程度の微差なら、手間を省く意味も込めて被らせないかな。5ぐらい開いてたら被らせちゃってもいいかしら？我が校では、それぐらいあれば被らせちゃうな。これは監督の方針次第で変わるところだと思うぜ。野手に関してはわかったわ。投手に関してはどうかしら？何人必要とかあるの？これは明確に先発プラスベンチ3人以上っていう決まりがあるんだぜ。これを下回ると総合力がマイナス1000されるぜ。それは厳しいペナルティね。そうなんだぜ。一番危ないのが3年生引退後だぜ。1、2年生で投手が3人以下だと、秋の公式戦でひどいことになるんだ。うっかりやってしまいそうだわ。うちの監督は昔やってたんだぜ。黒歴史ね。あと、注意点として、投手の屋敷用があるぜ。おお、二刀流ってやつね。うむ、二刀流で投手を屋敷用した場合、屋敷用した投手は、先発プラスベンチ3人の条件には数えられないぜ。え？先発投手と屋敷用した投手、さらにベンチに投手2人だった場合、チーム力はマイナス1000されるぜ。この場合の先発っていうのは、先発登板であってスタメン起用って意味じゃないのね。そうなんだぜ。これもうっかりするやつだぜ。そしてうちの監督は当然やってるぜ。
うっかりしてて草。とにかくベンチに投手3人以上は必須なんだ。マネージャーについては何かあるかしら？いるなら PSR か SR で。お守りはボーナス効果の強いやつ。体力管理が厳しめなので、体力系効果は助かる。最初のうちはそもそも、選ぶことすらできないって状況も多いかな。なるほど。お守りに関しては、最初のうちはできることが少ないのね。それじゃあ具体的なスケジュールの進め方を見ていこう。踏むべきマスはどんなものがあるかしら？7月の県大会開幕までは、マネージャーは必ず踏みたいな。何かいいことがあるの？レアリティ SR 以上の場合、連続イベント完走で金の特殊能力がもらえるぜ。PR でも青得はもらえるから、可能な限り踏みたいな。最初のうちは手札も少ないしアイテムもないから踏めないこともあるわよね。そういう時は諦める。最初のうちは何より周回数が大事だからな。そして5月。これは練習指示画面ね。ようやく育成っぽくなってきたわ。我が校では、1年生全員を両打ちにすることから始まる。え？全員スイッチヒッターってこと？そうだぜ。全員をスイッチにする狙いは、ジグザグ打線とオール左打線の2つのコンボの成立条件達成にあるぜ。その2つって同時成立するのね。お手軽コンボ代表ってやつだな。それじゃ次に行くぞ。6月以降の練習指示について。スイッチ転向も終わって、さあ、育成するわよ。野手は全員ミート。投手は全員変化球練習。全員？そう全員。その理由を解説するぜ。理由があるのね。特定の能力が一番高いだけで成立するコンボがあるんだ。これは野手能力に関してだが、投手能力に関してもコンボがあるぜ。我が校では理由があって投手の方は狙ってはいないけどな。球速、コントロール、スタミナでコンボを狙わない理由って？卒業式の時に詳しく話すつもりだが、育成素材の面で変化球練習を多くしたいんだ。なるほど。6月以降の練習で何か他にあるかしら？コンバートをするならこの時期にするのがいいと思う。1年生の出場機会の少ないうちにコンバートを済ませておくといいと思うんだぜ。あとは選手が育てられるようになったら C まで上げた後は他の練習にする。C で区切る理由を教えてもらえる？能力 C 以上がコンボ成立の条件だからだぜ。ということはミートが C になったらパワーを C にするということ？パワーが C になったら今度は走力ということで OK。これは守備から上げてもいいの？コンボの条件はそうだがあまりおすすめはしないかな。なぜなら試合の時に不都合が生じるからだぜ。負けの理由になるってこと？特に際どい試合で9回裏にさよならを決めたい時、ミート力の低いクリーンナップとかちょっと悲しい気持ちになるんだぜ。あんまり期待できなさそうね。負けた時にミートを上げていればって思っちゃうんだ。守備が弱くてエラーで負ける場合もあるわよね。なくはないんだが、操作時にさよならエラーとかは見たことないな。タイムリーエラーもほとんどないかな。守って勝つより打って勝つ方が良さそうね。そう思うぜ。7月になったわね。公式戦の開幕だぜ。どういう方針で戦うべきかしら？霊夢、このゲームはな。何？成長番が埋まらないと勝てないんだぜ。え？つまり最初のうちはどうやっても勝てない時期が続くんだ。弱小校ってやつね。だから7月に語るべきことはない。強いて言うなら最初のうちは守備操作の方が勢いを稼ぎやすいかな。現在最上位のスーパークラスでは打撃操作を公式は推してるけどな。ハイノーマルくらいまでは守備操作でいいと思うぜ。そうなのね。成長番が全てを解決するのはこのゲームの根本だからそこだけ覚えてくれよな。周回は正義ね。そして8月。
県大会で負けて合宿も終わったぜ。県大会優勝していれば甲子園の時期ね。8月は地域によって違うが隠しますがあるので確認しよう。そんなのもあるのね。甲子園に出場した場合はこのマスはなくなるので注意な。負けたら見れるイベントみたいなものね。内容は特訓は回復マスを並べてくれるぜ。タイミングはお盆なんだが地域性があって8月10日北海道岩手宮城山形福島8月15日青森秋田8月21日それ以外となっているぜ。特訓にしても回復にしても踏んでおきたいところね。9月は3年生の引退と新チームでの公式戦だな。画像がなくて申し訳ないが、9月の送別会と4月の入学式の時は手札が全部シャッフルになるぜ。強い練習の手札があっても消えちゃうってことね。強い手札は使い切っておきたいな。それで新チームでの公式戦だけど、周回を頑張るんだぜ。やっぱりそうなるのね。10月はドラフト会議があるんだけど、何かプロ入りのコツとかあるのかしら。最初のうちはほとんど関係ないので次に行こう。弱小校って悲しいわ。11月には遠征があるな。5月と11月は遠征の月ね。新入生スカウトも始まるがそれに関しては後で説明する。毎年の楽しみってやつね。今は遠征についてちょっとした仕様を話しておくぜ。ちょっとした仕様？遠征前の手札がこう。ふむ。遠征後がこう。素振りの数字が3から2になってるわね。これは新しい手札ってこと？いや、同じ手札だな。遠征前後で手札の数字だけシャッフルされるんだ。覚えておくと何かに使えそうね。そういう仕様になってると覚えておいてくれよな。12月よ。12月はクリスマスイブが隠しますだな。効果は3つのうちからランダムで。1、全員の体力回復と数人のテンションアップ。2、全員の練習効率大アップと数人のテンションアップ。3、特訓マス追加。ただし低確率。クリスマスイブだけあってイベントも豪華。クリスマスにはマネージャーイベントもあるから。両方踏んでおきたいマスだな。年も越えて1月、元旦におみくじがあるんだがちょいちょいバッドイベントになるので引くかどうかはあなた次第だぜ。それ以外特に語ることはないぜ。じゃあ次は2月ね。2月はウルー年の2月29日が隠しマスになっていて踏むと特訓マスが増えるぜ。4年に一度じゃ忘れちゃいそうね。逆に4年に一度だから忘れても大した影響はないとも言えるな。それよりも大事なのが2月で新入生スカウトが終わるってことだぜ。こっちは忘れちゃダメね。すぐ使うぐらいでいいかもな。スカウト範囲と回数は成長版のところで確認できるぜ。最初は範囲も狭いし回数も少ないのよね。そうだな。どういう方針でスカウトするのがいいのかしら？監督次第ではあるんだが、能力の高い野手を探すという条件なら、結論は打撃ということになっているぜ。結論があるのね。あくまでも能力の高い野手に関してはだがな。詳しくは別の動画で解説しているぜ。概要欄にリンクを貼っておくわね。ちなみに我が校ではそんなの関係なく東北北海道でスカウトしているぜ。何の縛りプレイなの？一応こういうコンボがあるんだぜ。なるほど、こういうのもあるのね。これはあえて狙うほどの価値があるのかしら？ない。え？狙う価値はない。もう一度聞くけど、これは何の縛りプレイなの？成長版が全てっていう話はしたよな。え？あったわね。成長版埋まってないならスカウト頑張らなくてもいいかなって。もっとちゃんと勝ちに行きなさいよ。
霊夢に怒られたところで3月になったぜ。なんで私がマリサを怒ってるのかしら。3月は卒業式と春の甲子園があるぜ。春の甲子園は弱小校には遠い目標だけどね。卒業式では成長版素材がもらえるんだが、これは下位の成長版を優先して埋めるのをおすすめする。それは上位の素材を分解してでもってこと？そう、まず下位のコンプリートを目指す。何かいいことがあるの？コンプ報酬がとても強力なんだ。おお、全部の効果が 10% アップするのね。これが強いからまずはコンプをおすすめする。そしてその時に一番足りなくなるのが変化球の書なんだ。ああ、最初の方でマリサの言ってた。投手は変化球練習ってのが、ここにかかってくるのね。そういうことだな。タワーでも集められるけど基本足りないからな。そして1年経ったわ。ちなみに4月1日は隠しますで、効果は練習効果ショーアップだ。そして入学式ね。1年間見てきて大体の流れはつかんだわ。もう特に教えることはないが、一応こういうのもあるんだっていうのを教えておこうと思う。新入部員の画面ね。特待生もマネージャーもいないけど。そう？この状態で進めることを虚無集会なんて言われてるぜ。虚無集会？特待生とかを設定しないことで発生するイベントを減らして集会速度を上げるってことだな。そんなことができるのね。1年が15分で終わったりもする？おすすめはしない。デイリーを消化するだけとか、そういう時にはいいのかもね。さて、1年の流れを見ながら必要なことを解説してきたわけだが、うちの監督はガチ勢でもなんでもないので説明が足りない部分があるかもしれない。明らかな間違いは多分ないけどね。もしここが明らかに間違いってのがあったら、コメント欄で指摘してほしいんだぜ。初めたての方で、この動画を参考にしたのにうまくいかないんだが、っていう場合も困ってることをコメントしてくれると嬉しいわ。それじゃあ最後の挨拶に監督を呼んでくるんだぜ。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければ、お願いします。またねー。